2020. Up. Hey, こんにちは、えー、それでは浜松支部の発表を始めたいと思います。 ハマス支部からは、今日は2人発表します。1人目は私からサーバーレスでオープンデータ活用という話、2人目は斎藤さんから AWS で IoT を楽しんでいる話でお送りします。サーバーレスでオープンデータ活用というタイトルで2つ話をするんですが、まずは少しだけ自己紹介をします。名前は司と言います。動くものを作ることが好きなアプリケーションエンジニアで、最近は特にサーバーレスっていうワードに敏感に反応しています。 えー、上手 UG 歴はやっと1年経ったぐらいの、えー、まだまだ新入りの2年生です、えー、そんな2年生が僭越ながら浜松支部について紹介させていただきますと2011年発足で今年9年目の比較的古くからある支部となります、えー、毎月の開催を目標としているようでかれこれ1年半ぐらいはそれを続けれて偉いです、えー、実はサメアイコンにご当地要素を加え出したのはなんと浜松支部が最初だそうで 先ほどお話しされていた沼口さんが先日ノートでフリートークな緩い感じの勉強会が特徴アットホームな浜松支部で紹介されていてその雰囲気のおかげか2年生の私も気張ららず参加させてもらってもっますそして最近ですね NHK に取り上げられたり日本における観測史上歴代最高気温41.1度をマークした今非常にホットな支部となります。 NHK の件についてはありがたいことに AWS 公式アカウントさんにもシェアしていただきました。で、私もちゃっかりこの写真に写り込んでるんですが、残念なことにこの記事には登場しないんですよね。なので、今日は私もやったよってことをアピールに来ました。と、えー、いうことで、1つ目、新型コロナ情報対策サイトで活用です。ご存知の方も多いと思いますが、新型コロナ対策サイトについての超概要です。 コードフォージャパンが東京都の依頼を受けて作制作したウェブサイトでコードは GitHub で公開しててモダンな環境技術でエンジニアの興味関心を引いて話題になって全国各地でご当地対策サイトが立ち上がりました。 え浜松支部の一部,一部メンバーもご多分に漏れずですね、えー、最初はスラックとかで緩く話題にしてただけだったんですけど、えー、浜松市内で初めての感染者が出るや否や、わりと真剣に団結しまして、えー、浜松支部には市役所の中の人も常連でいらっしゃって、えー、おかげで市との連携もかなりスムーズにいきました。えー、日曜から始めて丸4日で、市から公式に公開アナウンスをすることができました。 Code f o 浜松ってそれまでなかったんですがこれきっかけで勝手に名乗ってて、えー、上手友事浜松支部のスラックグループになぜか Code f o 浜松のチャンネルがあるみたいな感じになってます、えー、全国各地に波及した対策サイトですが結構県単位が多い中、えー、静岡は例によって三、えー、つの対策サイトが立ち上がりました え上子 U g の支部も静岡県には3つあって、えー、先ほど磐田州の伊藤さんからも話ありましたよね、えー、もはやみんなのネタになってるみたいです。えー、決して仲が悪いわけではないと思うんですが、わ、えー、からないんですけど、えー、静岡はこうなる傾向があるみたいです。えー、話を戻して、浜松版の対策サイトについてですね、浜松市では検討した結果、5種類の情報を掲載することになりました。 内部的なデータの持ち方の話になりますが、データ用に1つ JSON ファイルがあって、この中にグラフィア表ごとの構造体オブジェクトが含まれています。この5種類の情報のために、浜松市は3種類の CSV を作成していて、毎日更新してくれています。浜松市が提供するこれらの情報は、富士の国オープンデータカタログっていうサイトでオープンデータとして公開されます。 オープンデータで公開されているコラの CSV を対策サイト用の JSON に変換して取得する仕掛け、まあ、仕掛けというか WebAPI なんですけど、それを AWS を利用して作りました。えー、API は皆さんおなじみの API Gateway でラムダを実行しまして、そこからオープンデータの CSV を取ってきて、えー、JSON に変換します。それでその API を GitHub アクションズから1日1回読んで、API で取得した JSON コミットプッシュします。 えー、プッシュするとビルドされてデプロイされる仕組みがあって、えー、ここは今回、アンプリファイコンソールを選ばなかったんですが、まあ、とにかくこんな感じで、市役所の人が CSV を更新したら、えー、そのうち自動的にウェブサイトのデータに反映されるっていう自動化の仕掛けの一部として、えー、AWS を利用しました、えー。実はここの部分、API 化しなくてもやりたいことできたんですが、えー、API 化しておくと、他の用途にも使えるかなと思って、そうしました。 実際は自分の工作以外で使われることはなかったんですが、個人的な工作の内容はというと、定期的に API を呼んで、データの更新があったらそれを蓄積したり、スラックに通知したりする仕掛けです。ガチャガチャといくつかのパーツを組み上げていく感じ、作っていく感じがサーバーレス面白いし楽しいなと思ってます。 えー、メインの CSV を JSON に変換する API と Python の部分ですね、ベースは私が作ったんですが、えー、今日私の後に話をする斎藤さんにも Python の一部手伝ってもらいました。えー、分業がし,すしやすいような設計を考えたり、いいレビューさせてもらったり、えー、一人でやるよりも断然楽しく開発ができました。斎藤さん、その説はありがとうございました。斎、えー、藤さんはあの同じ時期に上手友人に加わった2年生同士ってこともあって、勝手に親近感を感じつつ、えー、いつも刺激をもらってます。 データを取ってきてデプロイするために GitHub アクションズを実行するところも何人かで相談して決めました。アレクサにお願いしようとか、IoT ボタンを持ってるからそれ使おうとか、えー、夜中の一時におっさんたちがワイワイと楽しくやってました。といったところで一つ目は終わり、でえー、続いて二つ目ですね、認証店舗情報をマップサイトで活用です、えー。認証店舗とはについてまず話します。 これは浜松市が8月ごろに打ち出した施策でして、わ、まあ、割と最近なんですが、えー、感染症、えー、予防対策のためのいくつかの基準を設けて、クリアしたら浜松市が公表するっていうものです。えー、認証された店舗一覧は浜松市のホームページに PDF のリンクが貼ってあって、そこで見られるんですけれど、えー、今回はそれだけじゃなくて、オープンデータとしても公開してくれています、えー。オープンデータ何かに活用しなきゃってことで、ニャーニャーマップで活用することにしました。 ニャーニャーマップって何って話なんですけど、えー、これは私が5月ぐらいに個人的な工作として作ったウェブアプリの名前です。えー、近いという単語のニャー、ニャーニャーマップです。えー、ステイニャーエンジョイニャ、えー、なるべく近くで楽しもう、近くの楽しいを見つけようっていうコンセプトで名付けました。 えー、作るに至った動機は、ここに挙げてるような感じですね、コロナ時代を意識した何かアプリ作ってみたかったとか、えー、当時、テイクアウトサイトが複数立ち上がって、各サイトオーナーの思いとか行動力とかスピード感とか、えー、すごいなって結構感銘を受けまして、えー、それが自分も何かアプリ作りたいっていう動機にもなったんですけど、えー、そんな多くの感銘を受けたテイクアウトサイトの情報を、えー、より利用しやすい形のマップベースでまとめてみたかったといったあたりが、制作に至った動機です。 えそんなにアニャーニャーマップですが、こんな感じの構成になってます。えー、n e x c の性的タイトルはアイコン書いてませんが、これはアンプリファイコンソールでホストしています。えー、マップ部分は Google マップスの JavaScript の API 利用しています、えー。ユーザーの現在地の緯度経路を渡して、えー、その周辺にある店舗を距離順に取ってきてるんですが、えー、そこは API ゲートウェイ経由でラムダを呼んで、e ラ a s t ック s e a r c h サービスにクエリして取ってきています。 えー、店舗情報は DynamoDB にまず入れてるんですけど、DynamoDB ストリームっていうのを使って、えー、DynamoDB のレコード操作のたびにラムダを走らせて、えー、そこから Elasticsearch のデー,タを同データと同期を取るみたいなことを、えー、やってます。で、えー、5月中におおむね完成してたんですが、先ほど話した認証制度ですね活用しましょうってことで、この部分、先月追加をしました。 DynamoDB の店舗情報に1つフィールドを追加してです、ね、そこに認証店かどうか判断する情報を設定します。定期的にラムダからオープンデータ, CS、えー、ーデータの CSV をポーリングして、市役所が認証店舗のオープンデータを更新したら、自動的にそれが反映、通知もされるようにできました。 えこの認証店舗一ヶ月ぐらい経って三百店舗ぐらいなかなかいいペースで増えてます、えー、ゆくゆくはほ,んほぼ全店舗が認証されて、えー、なんか星だらけでこの星あんまり意味ないねっていう未来が来たらいいなって思ってます、えー、最後ちょっと余談でオープンデータ関係ないんですけれども、えー、ここの移動経度をインプットとして距離が近い順に相当してセレクトしてくる部分のえ技術選定について話をします ここどうやって実現しようか最初決めてなくてえというか実現方法を知らなくて調べるところから始めました。で調べてみたところここに挙げてるような候補があるようでした。 えー、RDS は固定費かかるし、サーバーレスとの相性が微妙かもとか、データウェアハウスもなんか違うというか、ますます効果だなって感じでパスして、えー、本当は DynamoDB だけでできるのが大本命だったりはしたんですが、えー、どうやら7年前に更新が止まった Java のライブラリを利用する必要があるみたいで、えー、ちょっと微妙だなってパスして、えー、なんか使ったことなかったんですけど、エラスティックサーチとかクラウドサーチとかがいいのかなって、えー、で、最初はクラウドサーチを選びました。 クラウドサーチすごい導入しやすくて、サクッと半日でやりたいことできて、しばらく1ヶ月ぐらい使ってた、そんなある日のことなんですけれど。 私、クラウドサーチって使った分だけ課金される、ちょっと使ったぐらいじゃ課金されない、そんなサーバーレスライクなサービスだと勝手に思い込んで使ってたんですけど、違ったんですよね。えー、なんなら候補で挙げてた中でも割と固定費高いのを選んじゃってて、えー、慌てて改めて比較してみて、まあ、どれも固定費かかる中、一番安いエラスティックサーチサービスに変えたっていう経緯があったりします。まあ、それでも 一日150円ぐらいかかってて、えー、あとアクセス急増した時とか弱いと思うんですよね。固、え、定、ー、引っかかってる割にボトルネックなんだろうなって思ってます、えー。なんか他の手段ないものかなって思ってて、えー、もしサーバーレス的な代わりのおす,すめの方法があったらぜひ教えてください。 えー、以上となります去年までこういったコミュニティ活動みたいなこと何もしてなかったんですが、えー、上手 UG きっかけでなかなかに得難い経験をたくさんさせてもらったなという実感があります、えー、小一年をありがとうございましたこれからも楽しんでいきたいと思ってますので、えー、引き続きよろしくお願いします私からは以上です、えー、続いて斉藤さんよろしくお願いしますはい、えー、それではスピーカーが変わります、えー、斉藤です はいありがとうございます。え今、中村坂さんからもえいろいろご紹介いただきまして、はい、ありがとうございます。え浜松から2つ目、えーとですねえー、改めまして、斎、えー、藤と申します。上手 UG に浜松にジョインしております。5分ほどお話,話にお付き合いください。次、お願いします。 私は自動車部品メーカーに勤務してまして元々 IT と無縁の人間なんですが AWS を会社でいじることがあってそれがきっかけで2年ぐらいそんなことをやっていたら先月上司に移動になってしまいました最初ジョーズ U g に参加した時はこのおじさんなんかエンジニアでもないしあの 上司でもないし何しに来てるんだろうなんか毎月来るなみたいな感じだったと思うんですけれども会社でも友人でもそんな感じのおっさんがえ皆さんに温かく見守っていただきこのアットホームな浜松の友人でですね育てていただいて今度は上司で新たな仕事を始めたところです次お願いしますで好きなサービスは IoT とラムダです今日はえ 見慣れ的に自作ププロトタイプの話をさせていただきますで先に言った、まあ、自己紹介で言った仕事と仕事での出会いの話なんですが AWS との出会いっていうのは2年ぐらい前に仕事でこの絵のような感じの無茶振ぶりがありまして、はい、次お願いします、まあ、ゼロから調べてクラウドウォッチダッシュボードとクイックサイトを使った 工場のの生産ラインの見える化をしました、はい、また、あ、これはちょっとあのアーキテクチャーズではなくてです、ねまあ、別のビューで、まあ、こんな感じのエッジとあのフロントこんなイメージになってるんですけどこの工場の見える化をきっかけに、まあ、AWS IoT と Lambda でのプロトタイプ作りを楽しんでいます。はい、ただ この会社での見える化っていうのは、まあ、企画ベースでの検証でして、まあ、単発で終わってしまいました、まあ、終わっちゃったけどせっかくだからっていうことで家庭内で IoT にはまっています、はい、と言ってもなかなか自分でネタが思い浮かばないところで家族に相談しまして最初に妻から実家で一とぐり暮らししている母親の見守りをしたいなと言われましてで センサーとカメラで見守りシステムを作りました。この左の絵にあるような中でですね、ここにあの箱の中にラズパイが入っています。はい。でこちらは工場と同じで、えー、あのダッシュボードを使っているですね。クラウドウォッチのダッシュボードを使ったセンサーモニター画面で浜松の自宅側で見守りしている様子です。 あと、我が家にはあの猫が2匹いまして、母親の見守りができるんだったら、不在時のペットの様子も知りたいなと言われて、ですね、まあ、こんなウェブページを作りまして、スマホでもまあ見れるようなページを作ってみて、はい。 あの見守られてるのか見張られてるのかあわからない我が家の猫たちなんですがあの自分が自宅にいないときにあのどんな様子なのかなというのはおわかるような、えー、浜松の自宅でペット見守りとして稼働していますはいはい残り二分となりますはいこの見守りで IoT とラムダの連携をいろいろ勉強しましたはいでまだ出てきますホーム IoT なんですが雨が降り始めたら携帯に表示出してよと言われまして。 で自作の雨センサーからラムダにトリガーを入れてスラックに通知を,通知を出しています。でここでは子供にに霧吹きさせてますけどあのちゃんと雨の降り始めも検知します、はい、お願いいします。 とということで現在、浜松と新潟から10台のラズパイを AWS につないでいます。毎月200円ぐらいかかっています。まあ、十分財布に優しいかなという感じで使っています。はい、で家で IoT1 年ぐらい触ったところで、まあ、時間ができたので、この色がついているアイコンのところですえ、ね、ここを1か月ぐらいかけてエイア等と工場の見える化にも反映させました。はい、で簡単なあのマスターを ダイナモに作るような形で、生産開始時間と生産数、不稼働情報を登録して、はい、次お願いします、はい、まあ、生産実績が入ったらラムダ起動して、マスター情報を読み出して、えー、生産予定を計算させる、で、この右側の図のように、実績と重ねて1分ごとに表示をさせるような仕組みにしました。はい ここまで話散々話しておいて、あのセキュリティの設定してないので、とりあえず自宅のネットワークで試そうかなと思ってます。あと、フリーアルトスなんか使うかどうか分かんないんですが、LPWA 経由で IoT にデータ飛ばせるように勉強したいななんて思ってます。はい、で、このあたりが自分でできるようになると、IoT を絡め,た絡めて UG 浜松の先輩たちとコラボの可能性もあるかななんて、楽しいかななんて、そんな妄想もしております。 ということで、私の以上、話は以上となります。ご清聴ありがとうございました。この後も皆さんと一緒にどこまでも <laughs> このイベントについていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。